こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンの電話番号、ね、FBA 納品、アマゾンの倉庫 FC に荷物を送るときは、まあ、電話番号書く欄あるんですけど、アマゾンはね、電話番号公表してないんで、まあ、通常空欄で送ってるわけなんですけど、なんとオーストラリア、ね、久々に検索したら、あっさり電話番号を公開してました。ですので、このシドニー、メルボルン、電話番号載せておきますんで、まあ、納品伝票にはね、この番号を書いて納品してください。シドニー、見間違いかと思ったんですけどね、営業時間が7時から2時半と、本当かいなと。まあでも多分この時間しか受け入れしないってことなんでしょうね。まあそういう風になってます。土日休みと。まあオーストラリアらしい。これはオーストラリアらしいですね。多分ニューサウスウェールズ州との契約でこういう、勤務内容になってるのかなという気がします。まあ元い電話番号ね、この番号です。でメルボルンも今日公表してまして、まあこちらの方は24時間営業、電話番号はこの番号です、ね。世界でも珍しくオーストラリアアマゾンは電話番号を公表してましたんで、発送の際ね、納品発送の際には電話番号を記入して、発送してください。また確認事項、ご相談、ね、確認、質問お待ちしてます。アマゾンサポーター堀秀夫でした。